系統時は須藤真澄による日本の漫画作品。1989年フュージョンプロダクトが刊行する月刊漫画情報誌コミックボックスの1月号と2月号に2ヶ月にわたり掲載された。長い間単行本に収録されなかったが2004年に創映者から刊行された須藤の短編作品集マヤに収録された。学校で 園芸委員を務める少女杉名は皇帝に昔からある大器、系統樹の世話を毎日欠かさなかった。杉名が幹に耳を当てると、系統樹は彼女にだけ、明日の天気を教えてくれた。生物部が、ひよこから育てた鳥は、どこか奇妙な外見に育ち、ある夜に、傾斜内に巣を作った。翌朝、学校中が鳥の巣だらけとなり、 三年生の船岡の指示で生徒たちは総出ですを片付け鳥を傾斜に戻した。生物部はこの新種らしき鳥を増やすべく巣に産み付けられた卵をフランキに入れた。卵はやがて棘を生やす。職員室で教師が卵を割れると閃光が広がる。生物部の部室では部員が卵の棘で誤って怪我をすると鳥に変身し他の部員が卵を割れると再び光が放たれて 室内にいた全員が鳥となってしまう。船岡は、各学年に、鶏とすと卵の回収を指示するが、トゲで傷ついただけで鳥になり、さらに卵も次々に割れてその度に、多くの生徒が鳥となる。回収した卵は、負荷を避けるためプールの水に沈めた。途中に埋めることも検討したが、地中にいる虫や小動物まで鳥に変身するからと、杉が強く反対した。 警察を呼ぼうと訴える友達のつくしに、杉は学校に潜む危険に外部を巻き込むことに、系統樹が警告をしている旨を教えた。ついに、ほとんどの生徒が鳥に代わって傾斜に押し込められた。プールの底も卵で埋まり、重量で潰れる危険が出てきた。系統樹自体も、光を浴びて、枝葉が巨大な鳥の姿となっていた。系統樹の願いを聞き入れ、杉は チェーンソーで木を切り倒した。夕方、船岡やつくしらは帰宅することにしたが、杉名は系統樹の世話をするために学校に残った。船岡らは警察に出向いて、事情を説明しても、まともに聞いてもらえず、夜、差し入れを手に、杉縄のもとへ戻り、明日は来るだろうと話す。つくしは、交換日記のノートを置いていった。朝になると、杉名は鳥を、 警阜から広い体育館内へ移し、草を餌に与えた。そして交換日記を書いて校門に置いたが、つくしは来なかった。つくしが来ると言っていた、警察の人、自衛隊も、誰一人が気候に来ないまま、数日が経過した。空腹に耐えかね、杉は食事を買いに出ようとするが、系統樹が自分を引き止めているように感じ、学校内で食べ物を探す。突然鶏が、 一斉に、苔国交と泣くと次々に死に始めた。人間に戻ってと訴える、杉名の願いも、虚しく、鳥はその姿のままで全滅した。杉名は絶望し、プールの卵を拾い上げて、自分の頭で割れるが、もう光が出ることはなかった。この悪夢がいつ終わるのかと系統時に尋ねた時、霧株に、新芽が出ているのを見つけた。そのことをつくしに知らせようとする杉名に、 系統樹が何かを語りかける。思わず学校の外へ目をやった杉名の耳に街中から一斉に上がったコケコッコー、という鳴き声が聞こえた。スリーマイル島原子力発電所にある冷却灯放射能標識作品中に登場する鳥の巣は原子力発電所の冷却灯を連想させる形状をしている。また2枚ある扉絵には放射能標識を表すマークに告示した衣装が あしらわれている。作品が掲載された当時のコミックボックスには原子力発電所の建設や運用に反対する姿勢がはっきりと現れていた。1988年8月号は漫画危険な話と題されて反原発特集号の様相を呈し手塚治虫が原発反対のコメントを寄せる一方、関西電力の新聞 PR 広告に出た。 松本霊児がインタビュアーからその意図を厳しく問われる記事も掲載された。付録には青森県六ヶ所村での核燃料再処理工場建設への反対署名用紙が付けられた。他の月の通常の号でも反原発記事が掲載されていた。再処理工場の誘致を進める当時の青森県知事。 北村雅也の顔写真に落書きをしたものを掲載して読者から批判されることもあり、編集方針は時に非常に過激なものであった。さらに、編集後期を書くべき、編集長が反原発デモに参加して逮捕されたため後期が書けない、号もあった。しかしながら当作品は反原発を明確に歌ってはいない。ありがとうございます。